どうも、井手隊長です。今日のテーマはラーメン。はい、このコーナーでは毎回、おすすめのラーメン等々、ご紹介しておりますが、今日はですね、この夏にラーメンがどれほど求められていたのかというところを、調査が出ていたりとかするので、ちょっと話してみたいなと思うんですけれども、これはですね、ファンクルという、サイトというかサービスで、新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言解除前後のタイミングにおける外食に関する意識調査っていうのがありましてね、それでちょっと面白い結果が出ているのでお話ししたいと思います。コロナが明けたら外食何食べたいですかっていう、調査があったんですけども、このランキング何だったでしょうかね。ラーメンが何位だったんでしょうかっていうところなんですけども、まず第1位は焼肉でございます。ね、焼肉ね、これ結構テレビでもやってましたね。焼肉、コロナ期に焼肉いけないと。それから第2位、これが寿司でございます。ね、寿司ね。そして第3位、これがラーメン。そういうことになって、焼肉も寿司もラーメンも、ラーメンちょっと違うかもしれないですけど、焼肉とお寿司はなかなかこう家で食べられないっていうところがありますよね。ホットプレート出して焼くなんてこともあるけど、なかなかそこまでやるかっていうと難しいですし、やっぱ美味しいお肉をっていう部分でね、スーパーにも美味しいお肉売ってるけど、その焼肉屋の独特な感じとか、なかなかこう、ホルモンとかを、買ってきて家で焼いてっていうのもなかなかないだろうなっていうのはありますし、一人焼肉が流行ってますみたいな話は前からあったけど、一部の人ですよね。なかなかこう集まってというかね、みんなで食べるものだったりもしますし、あとはその感染拡大的な問題として同じ網でこう肉焼いたりとかっていうところの抵抗感っていうのはあるのかなと思いますね。だからお鍋なんかも入っててよかったかもしれないですけど、時期的に3月から、5月6月っていう部分もあったんで、焼肉が1位になるのはすごく納得ですよね。それからお寿司、お寿司に関してもやっぱお寿司屋さん行けないですよね。お寿司屋さんがまずこう手で握るものであったりとか、あと回転寿司とかだったりすると、ちょっとね、他のお客さんがお皿触ったらどうしようとか、ちょっとその辺の心配なんていうのもあるし、あとは鮮度の問題ですよね。コンビニとかスーパーでもお寿司売っているけど、なんとなくこう握りたてを食べたいとか、お寿司は鮮度が命だったりするので、そことちょっとこう、おうち食としては距離があるというところはすごく理解できます。はい、そして3位にラーメンが入ったわけですけどもね、私もその、緊急事態宣言入ってからは、ほとんど、お店でラーメンを食べることができなかったわけですね。で、もうしょうがないんでって言ったらあれですけども、カップラーメンを食べたり、チルド麺を食べたり、冷凍麺を食べたりして、あとはお取り寄せとかですかね、食べたりしましたけども、すごくそこの、進化っていうのは感じつつね、結構びっくりしながらも、やっぱりその緊急事態宣言解除後に、お店また、取材始まってるんですが、美味しいラーメン屋さん食べると、やっぱりその職人の技みたいなものっていうのを、以前以上に、感じるようになりました。やっぱりラーメン職人ってすごいなと、やっぱ人の手っていうのはすごいなっていうのを改めて感じましたんで、やっぱラーメン好きの方もね、やっぱお店でラーメン食べたいっていうのは強く思ったんじゃないかなと思うわけですよね。で、人々がですね、これも同じファンクルの、調査なんですけども、外食に対する意識調査でね、コロナでちょっと価値観が変わったなみたいなところが調査されてるわけですけども、飲食店になくしてほしい対応っていうのが出てるわけですね。なかなかこれ厳しい部分あるんですけども、これの1位がビュッフェやセルフサービス。だから自分で取りに行く系ですよね。ビュッフェのお店はちょっと今厳しいでしょうね。
と、あと2位はおしぼりの手渡しね。おしぼりの手渡しなんて今までは嬉しいサービスだったですよね。わざわざこうおしぼりあげてくれてどうぞとかねっていうのはすごくこう嬉しいサービスだったけれども、今は逆になっているっていうね。なかなかこうね、まあ店員さんがしっかりこう感染していないかっていうのをチェックして、その辺もすごくしっかりされている、お店も多いかと思うんですけども、まあ総じて、アンケート取るとそうなってしまう。なかなかこう寂しいですよね。それから、メニューブックの手渡しやめてほしいっていうのも出ていますね。なかなかこうホスピタリティ的なこう日本人的なね、まあ心温まるサービスみたいなところにどうしてもこう人が介在するので、そこに対するこうマイナスっていうのはなんかこう寂しいなというかね、すごく思います。それから、飲食店において使い捨てにしてほしいと考える備品っていうのがありまして、これの1位がお箸です。 44% の人が変えてほしいと言っています。それから2位がおしぼりとなってます。でお箸の問題もねありますよね。まあ、以前から、洗い箸と、割り箸両方置いているお店もありましたけども、まあこれが全部割り箸になっていくのかっていう部分でもね、結局そこではまた環境の問題とかが現れますし、これもなかなか難しいですよね。であと前から疑問なのが、スプーンとかフォークとかナイフはじゃあどうなのよっていうところなんですよね。なかなかそのプラスチックのスプーンで出す洋食屋さんとかないじゃないですか。なぜ箸だけこんなに言われるのかっていうのも実は僕としては結構疑問だったりするんですよね。やっぱまあ飲食店に行く限りそこはやっぱりね、まあ、逆にまあ飲食店としてはしっかりその衛生管理っていうかね、しっかり洗って消毒してっていうのは必要ですけども、そこ全部割り箸にしろっていうのはどうなのかっていうなんか別の問題が起こるようなね気がしますけどもね。それからテイクアウトについてですね、このファンクルの、アンケートに答えた方の 83% が、この数ヶ月でテイクアウトを利用したという結果が出ていますね。で以前と比較して利用頻度が増えた人、テイクアウトのね利用頻度が増えた人は 65% に上ったと。まあそうですよね、なかなかお店の中で食べるのが抵抗あったけれども、まあ、なかなか全部コンビニとかねっていうのもあれだからテイクアウトしよう、まあ、すごくねあのお店としてもあのテイクアウトで売り上げを少し保つことができるっていうのは、支えになっただろうと思いますし、まあ、このコロナになってね、まあ、テイクアウトをやっていなかったお店がテイクアウトを始めるっていうケースも非常に多かったんじゃないかな思うわけですよね。でここでラーメンの問題なんですよ。でラーメンのテイクアウト、ここですよね。まあラーメンはやっぱ圧倒的にテイクアウトが厳しいっていうことなんですよね。それまで今までね、まあ出前をやっていた、ラーメン店っていうのもまあ町中華とかが中心で、いわゆるラーメン専門店っていうのはそこに出前とかテイクアウトっていうところにね、考えも及ばなかったっていうか、まあ、お店で、まあ、繁盛してますしね、まあ、それが全てだったと思うんですよね。で今回コロナになってしまってお店にお客さんが、来れなくなってしまって、改めてそのラーメンという食べ物をね、見つめ直したと思うんですよ。まあ、僕食べる側の僕らもそうなんですけども、あラーメンってテイクアウトダメじゃん実はっていう考えたことなかったんですけどもね、まあ、やっぱ圧倒的にこう麺が伸びてしまうっていう問題があるわけですよ。でまあ出前の町中華の ラーメンみたいなものはある程度なんかこうラーメン専門店とはまあ別のところに住んでる感じはあるんですけども、まあ、ラーメン専門店のこうラーメン その麺の入れ加減1分1秒にこうこだわっているようなところとか、一つのバランスで全てが崩れるような、構造のラーメンにおいてはテイクアウトって圧倒的に厳しいわけですよね。それで、ね、まあ冷凍して通販っていうのがまあ出てきたわけですよね。
そのままラーメン、作ったラーメンを冷凍して通販で売るということが始まった。まあ、これもかなり、タコ麺さんとか、まあ、あのお店で直接やってたところもありますけども、非常に反響があって、まあ、欠品がたくさん出ていましたね。で、まあ、ポイントとしてはその冷凍するこう時間の長さ、一気に冷凍すると風味とか旨味が逃げにくいらしくて、まあ、その辺のこう開発とかですね、することによって、美味しいラーメンが届けられるっていうことはあるけど、そこに対するまた工数とか開発費やと、その冷凍庫代とかですね、パッケージとか、まあそれ考えると儲かったかっていうと俺厳しいと思うんですよね。ある程度そのお客さんとの接点を持ち続けるためにやったとか、まあなんか他のこのその売り上げ以外のところにもう一つ二つ理由がないと、なかなかその冷凍して通販っていうところに踏み出せないっていうところも多分多かったと思いますし、今後もそうだと思うんですよね。で今後なんですよ。で、緊急事態宣言が解除されまして、まあ、あの、どこでも出かけていいよっていうことではないんですけれど、まあ、ラーメン屋さんに関して、どうしてほしいかっていう部分なんですけども、まあ、一般の方がね、まあ、僕らみたいなラーメンフリークは別ですけど、一般の方が、わざわざラーメン屋さんに出かけて食べに行くかっていうところは結構難しいところは、まだまだ、あるんじゃないかなと思うんですけどもね。どこかにこうお仕事で行かれたとか、用があってどっかに出かけたっていうついででいいので、ぜひラーメン屋さんに足運んでほしいなっていうのが、まあ、ラーメンライターとしての、思いっていうかお願いなんですよね。で、まあその、まあ、お店によってこう、どれぐらい対策してるかっていうのはまちまちではあると思うんですけど、まあ店員さんしっかりマスクしてとか消毒してとか、我々もお店入るときこう消毒してとかね、もうありますし、まあアクリル板でこう仕切られてるお店も あったりとかしますし、まあある程度のまあ、今調べた上でね、ここは大丈夫そうだなっていうお店であれば、ぜひ積極的に足運んでほしいなっていうのが、僕の思いです。でラーメン屋さんはですね、滞在時間に関しては短いですんで、結構割とすぐ出てきて食べるのも短いから、こう回、まあ、回転でね、成り立ってる商売であるので、滞在時間というのは短いので、まあ、その点では、感染リスクっていうのは、まあ少ないというか、滞在時間的にはですね少ないんじゃないかなと思うので、ぜひこうお昼とか夜のピークを、まあ、少し避けた時間で寄れそうだったらね、ぜひ積極的にラーメン屋さん寄っていただいて、食べていただきたいなと思います。本当にラーメン屋さんのこう技術っていうのは、まあ、あのカップラーメンとかチルド麺非常にこう発達して、まあ、発展してきてるとはいえ、やっぱ職人さんの技術、これやっぱりもう何者にも代え難いものあります。そのラーメン一杯にかける思い、もちろんそこには衛生観念とか、全て含まれるわけですけれども、ちゃんとしたラーメン屋さんというもののこう仕事っていうのがね、きっちり今後も残って、まあ、評価されて、たくさんの方に食べられるようにね、少しでもこう食べてとしてね、まあ、無理ない範囲でいいんで、応援できたらいいなっていうのが、思いであります。まあ、実際にそのコロナ中に、閉店になったお店っていうのもたくさんあるんでね、やっぱ気づいたら好きなお店が食べられなくなったとか、まあ、そういったことがありますので、まあできる範囲でね、無理ない範囲で好きなお店を応援するという、まあ、動きはお願いしたいですし、まあ、ちょっとお出かけしたらね、ちょこっとラーメン寄ってってくださいなっていうのが、まあ、一ラーメンライターとしての思いであります。はい、ということでコロナ中に食べたい、外食で食べたいランキングラーメン3位なわけですから、今こそね、無理なくいいんで、ぜひラーメン屋さん寄ってみてください。よろしくお願いします。はい、ということでこの番組は2週に1遍の生放送とサザンラーメン本のミニ番組を配信してますんで、ぜひこちらの方からチャンネル登録をお待ちしてます。はい、そして今日のラーメン、今日のラーメンじゃない、今日の放送が良かった方、ラーメン屋さん応援するぞという方、ぜひグッドボタンを押してってください。よろしくお願いします。はい、ということでございまして、また次回の動画でお会いしましょう。いで隊長がお送りしました。バイバイ。受けろ気持ちとすれいいの、ベイベイ。I'm a chance, I like to make some